せっかくだから試合がしたいダブルスマッチ。よっ、お願いします。お願いします。せっかくだから。そうです、せっかくなので。引き続き現役東大生の奥田ミラノさんにお越しいただいておりますが、はい、なんとテニスはちょこちょこ小学生の頃からやっていたということなんですが、なんと試合をほぼしたことがないはいみたいですね。これが今の日本です。日本テニス界の大きなる問題ですね。試合をしないという、テニススクールビジネスが発展したがゆえに、ボレーやったことがない。それは逆に楽しい。それはあの日本テニス界の問題ではないです。あの奥田さんの問題です。そうなんですよ、試合をやっぱりしてこそ次の課題が見えてくると。ちょっと待ってください、はい、テンポイントでやるんですよね。そうですね、今日はテンポイントが。ルールわかりますか？あんまりわかんない。ここです。これが今の、これが今の現実。これが今の日本人です。まあでも10点取ったら感じですから。そんなルールも、今まではタイブレイクって言ったら7ポイントでしたけど、はいはい、近年10ポイントもありまして、はい、まあそうです、10ポイント取れば大丈夫です、はい、今日はちょっとコンセプト的には、あの勝った負けたももちろん重要なんですが、ちょっと楽しくテニスをやるという原点をですね、はい、立ち戻りつつ、そうなってくると、はい、コーペアの、そうですね、はい、あんたたち、そうですね、はい、うん、やっぱり我々は小野田さんへの、まあ、勝率を、まあ、少しでも稼いでおきたいという裏テーマも稼ぎたい、稼いでおきたいので思っておりますので、はい、まあ、そこはガチでやらせていただければと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おー、ファーストサーブ2回連続。よっしゃ。視聴者の皆さん、クレームのコメントお待ちしております。ごめんなさい。ストレッチ&リラクサイズジム、スターストレッチ、ビッチスムース。スムースです。選ばせてあげるよ。あ、いやいや、どうぞ。選ばせてあげるよ。どうする？レシーブ。あの、今日は楽しく、ね、楽しくがね、コンセプトなのと、はい、やっぱりそのここがやっぱ我々 の、 そのエンターテイナー技術が試されていて、奥田さんに活躍していただきながら、うん、で小野田さんのいいプレーも引き出すし、はい、つつ最終的に10対8で勝つのが理想で、このコンテンツの今日やらせじゃないですか。いい、勝たないといけない。最終的には勝つと。絶対勝つ。試合をしたことがどうやらあんまりないらしいので、どんなボールが出るのか楽しみです。はい、頑張りましょう。頑張ります、はい、お願いします。お願いします。お願いします。フォルト。フォルト。お、帰ってる。いいいいいい、ナイスタイミング。フォルト。やってまた。おー、すいません。話違うぞ。何もせずに。じゃあサーブは私が。うまい。でもいい。でもいい。ナイスライ。当たっちゃった。でもいいですね。結構なんか、踏み込みが強くなるから結構強くなりますね。これはもう、実戦向きだということが。はい、あ、オッケー。あ、でもショット的にはいいですよね。あのバーンで打ちに行ってるミスはいいと思ってください。はい、打ちに行かなくて入れに行こうとするミスはスイングが止まっちゃうので、はい、あんまよろしくない。振り切ることが、そうです、そういうことです。
でかいか。入ってる。入ってる。いいよ。入れ。惜しい。惜しい。よし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 。ナイスサーブです。いやいや、えぐいリターンだった。オンラインでした。オンライン、オンライン外側だった。ワン、スリー。あれ？さっき習ってたやつ。ちょっと難しい。いい。でも今のいい。いや、プロも歩みするんですよ。打ちに行ってちょっとへくっちゃう分には全然いいです。さあ来ました。バックでレシーブで先ほど習ったサーブが、先ほど習ったサーブ、そうです。ここから行きましょう。どのこの辺見た、いいですよ。おーリーダーナイスサーブ。いいサーブ、いいサーブ。自分でいいサーブ入っちゃったとちょっと見ましたね今。あ入った、あ帰ってきたみたいな。入って入った、今入っちゃったみたいな。今の感覚でいいです。はい、ボール僕が持ってます。ありがとうございます。おおおやった、ナイス。普通にミス。素晴らしい。ファーストサーブ2回連続。あしないとですね。ありがとうございます。はい、あじゃあじゃあじゃあ習ったおかげでファーストサーブ入って嬉しいです。視聴者の皆さん、あれはないですよね。なんか全然狙ってない。クレームのコメントお待ちしております。ごめんなさい。うまい。あ、ごめん。うわー、大丈夫です。めちゃめちゃボレー出ますね。なんか今日あの人生き生きしてるわ。優しいコメント、優しいコメント。手加減なしですね。なんか当たり前だよ。相手小野田さんだから。そうか、小野田さんだからいい。よし、騙されるな。いつでも逆転できると思ってやってるから。はい、そうか、関係なさるから危ないから。よいしょ。よいしょ、遅いです。オッケー。ナイスキャッチ。ありがとうございます。ナイスキャッチ。ストロークよく返すね。あれぐらいでいいんですよ。あれぐらいでいいんですよ。急に強くなった。詰め方、詰め方えぐかった。OK。 前。よし、中途半端なところに手出してしまった。よし、佐久間さんサーブ。ごめんごめん。よし、すいません。よし、俺があと2点です。佐久間さんのサーブで回せました。ナイスラリー。え、たまにこういうのある。たまにこういうのがあるんでチャンスわかんないです。まだカットないでしょ。ポイントにカット、ポイントにカットないです。いいよ。逆に難しい。逆にゆっくり入れて。あの人はゆっくり打てない人だから。ゆっくり打つってやっぱちょっと難しいですよね。いつもバンバン打ってる人がゆっくり打つって加減が難しいです。サーブ、はい、はい、入れます。さっきと同じ感じでいいです。はい、もう頑張ります。ど真ん中に入れる。どうぞ。はい、入ってる。すいません。よし、よし、ありがとうございます。ナイスラリー。やばい、ナイスラリー。すいません。いいんじゃないですか。やばいやばい、だんだん近づいてきましたよ。やばい、7、8、6。
惜しい。ごめんなさい。オッケー。もう一回。もう一回。チャレンジ。違う意味で。カット。カット。すぐさ。いいよ。うまい。出た。ありがとうございます。出たそれ。すごい。得意技。めちゃめちゃいい。最後まで待たれた。いや、ありがたいです。もう一回。ありがとうございます。いや、リコサーブ。よし、私のサーブで。そうね。終わらせます。あ、もうこれで尺 OK だから。わかりました。じゃあもう S 取っちゃっていいですか。そうです。全然大丈夫。全然大丈夫。やばい、自分でプレッシャーかけた。いや、尺コントロール大変だな、毎回。お、早い。いける。いける。よかった。いけるいける。ごめん。八点です。八点だ。八点です。いろいろ考えちゃった。さっき話したいろいろ考えすぎだな。やばい。本来の実力が出てる。すいません。えぐ。すいません。怖い。ひどくない？怖いです。すいません。88なんで88なんでひどいことするね。すいません。実際に厳しい経営女子だね。だって88ですよ今の。まあ、取らないで絶対に。確かにね。オッケー。うわ。取れる。取れる。危ない。危ない根元。今多分最後のスマッシュは。こっちに来るべきなんですよ。でもここに当たったでしょ。勝手に向こう行っちゃった。ありがとうございました。終わりです。あのシャンクの分析をしなくていいんですよ。シャンクの分析だね今。ありがとうございました。ありがとうございました。シャンクの分析。日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。ただいまの結果10対8でプロデューサーペアの勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。お上手でした。いや、あのかなりフォームを大きくチェンジしたサーブが、ね、結構な確率でというか全部入って入ってます。しかもスッと伸びるサーブだったんで、はいはい、我々の指導力、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。恐るべし恐るべし、はい、でもちゃんとこうね、はい、忠実に守ってやってくれましたし、はい、僕こうやって前構えても結構いいボールいくなと思ってて、はい、よかったですね。楽しかったです。すごいゲーム形式なのが面白かった。試合やってない割にはすごいこうやってやっぱ打ちに行くし、なんか気持ちよかったですね、うん、はい、楽しそうで、やっぱテニスの楽しさは試合にあり、はい、そうですね。ここからまた分析をしておけば自分のミスはどういうところに起きるのかとかっていうのが分かるんですよね、はい、ということで、はい、東大生シリーズ、はい、これにて一旦終了となりますが、はい、ミラノさんいかがでしたか。いや、すごい教えていただいてその後に実際にゲームをするっていう流れが楽しかったので。よかったですよね。またもっとテニスいろいろしたいなと思いました。ぜひ、はい、勉強も大事ですけれどもテニスもぜひ頑張ってもらって、はい、ありがとうございます。この後就職だということなので、やっぱり社会人になるとなかなかやる機会が自分で作らないと、そうですね、なくなっていってしまうので、そう、ね、僕らみたいにその毎日やってる方だけではないので、うん、まあ、OL とかね、普通一般のサラリーマンの方でも週1、はい、まあ、2週間に1回できればいいかななんて人も中にはいるんで、うん、そういった方にも楽しんでもらえたらぜひいいなと思います。続けて、はい、続けてください、はい、久々に体を動かすとやっぱり楽しいですね。そうですよね。以上、ダブルスマッチでした。さよなら。今日はプリンスさんのグリップテープをご紹介したいと思うんですが、はい、グリップテープどれを使っても同じだと思っているあなた、大間違いです。ですよね。はい、まあ、確かに大きいですよね。大きいですよね。大間さん結構こだわりあると聞いておりますが、はい、今回プリンスさんから新発売されたファントムプロフェッショナルタイプ、プロフェッショナルタイプ、これはまさに大間さんや今井さんといった上級者も含めて全てのテニスプレイヤーに満足いただけるべきだということで、
グリップテープの一番の問題ってやっぱり滑ることだと思うんですね。まあいろいろこうなんですか、好みは多分あると思うんですけど、はい、ウェットタイプとドライタイプ、はい、大体この2つに分かれると思うんですね。汗をかいてやっぱり滑ってしまう、汗問題ということがございますので、はい、このいい握り込みとこの汗で滑ってしまうっていうところの